太陽は動かないは、吉田修一による日本の小説。アン通信エージェント、高野和彦シリーズの第一作で森は知っているウォーターゲームと合わせて三部作となる。厳冬者のポンツーにおいて、2011年5月号から2012年1月号まで連載。2012年4月23日に単行本。2014年8月5日に厳冬者文庫が刊行された。 産業スパイ組織、アン通信の二人の日本人諜報員が次世代エネルギー開発の機密情報をめぐって他国のエージェントや絶対的権力者たちとの頭脳戦に身を投じていく様を描く。2020年に原作者である吉田周一の監修によるオリジナルストーリーがワウワウでテレビドラマ化。2021年には本作とシリーズ第2作。 森は知っているを原作とする映画が公開された。暗通信、表向きはニュースのネット配信を行う通信者である。しかし、裏では機密情報を高値で売り買いする産業スパイのような組織だった。高野和彦とその相棒、田岡良一は暗通信の情報員として過酷な日々を送っていた。ベトナムのホーチミンの病院で銃撃事件が発生する。数時間後、 大型ホテルで旧正月を祝うパーティーが行われていた。客の中には高野と田岡、韓国人諜報員のデイビッド・キム、香港トラスト銀行頭取のアンディ、一連れの女性、綾子の姿があった。パーティーの中でベトナム政府から南シナ海で新油田が見つかったことが発表される。しかし、なぜか油田に関心があるはずの中国の国営総合エネルギー企業、 クノックスはパーティーに参加していない。アンディ、ヒも今回の油田計画には関わらないという。高野は両者の本当の狙いを探っていた。高野は銃撃事件で撃たれた日本人男性を調べていくうちにウイグル過激派によるスタジアム爆破の計画の情報を得る。そんな中、タオカが何者かに拉致されてしまう。アン通信の情報員たちには 心臓に近い部分に爆破装置入りのカプセルが埋め込まれている。一定期間連絡が取れない場合は外部に情報を漏らす危険性があると判断され遠隔操作で起爆装置が作動し消される運命にあった。当初は2020年5月15日に公開予定だったが新型コロナウイルスの感染拡大の影響で2021年3月5日に延期された。監督は はす英一郎主演は、藤原達也。現在の高野のエピソードは、原作シリーズ第一作、太陽は動かない。高校時代の高野のエピソードは、原作シリーズ第二作、森は知っているをもとにしている。ブルガリアで、約1ヶ月に及ぶロケが実施され、大統領官邸前の都市中心部の道路を、封鎖してのカーチェイスシーンの撮影や、映画の撮影で、 初めて使用されるアレクサンドルネフスキー大聖堂での撮影列車を貸し切ってソフィアセントラルステーションから往復 400km 走らせながらの撮影が行われた太陽は動かないザエクリプスマイナスのタイトルで2020年5月24日から6月28日までワウワウ連続ドラマ W において放送された原作者である吉田修一による ストーリー原案をもとにしたオリジナルストーリーで映画版の前日単となる。副題のザエクリプスは日食を意味する。主演は映画と同じ藤原達也。太陽は動かないザエクリプスマイナスに関するカテゴリー。ありがとうございます。